ばんは、速稼塾の久保です。今ね、セルフバックのことについてご質問いただきまして、これは回答しておいた方がいいなっていうことが何点かありましたので、ライブ放送でお届けしております。まあ、YouTube でご覧の方もね、ぜひ参考にされてください。セルフバックについてです。まずね、セルフバックなんですけども、やっぱりね、利用規約をちゃんと読まないと、否認条件っていうのを、考えずにね、いろんな行動してしまって、せっかく作業したのに報酬が未確定ってことになってしまいます。未確定になるとどういうことになるか、否認されるとどういうことになるかっていうと、せっかく働いてくださった ASP にも報酬が落ちませんので、自分だけじゃなくて ASP にも迷惑かけちゃうんですよね。まあ、ですので、取り組もうとするべきその利用規約、その案件の利用規約はきっちり読んでください。その中でね、太陽光発電ってのがあると思うんですよ。これ報酬が今でもね、何千か5000円とか出ると思うんですけども、この太陽光発電の、見積もりですよね。これはね、うちの自宅に太陽光発電をつけてくださいっていうやつとか、畑があるんでそこに太陽光開発できないですかってお問い合わせをすると、これはね、現地を見に来ます。業者さんがまず電話をかけて、ここでいいですかっていうふうな確認があります。で、業者さんがね、できれば立ち会ってほしいんですけどって言ったら、立ち会ってください。立ち会ってないところは、これもダメになる可能性が高いです。で、もしね、立ち会えない場合とかもあると思うんですよ。例えば私の場合は、広島に行った時に、山口県の大内長野っていうところにパチンコ屋の跡地を持ってたんですよね。で、そこに太陽光の見積もりをしてくださいってお願いしたんで、とても行けないですと。でも、勝手に行って、勝手に調査して、勝手に帰っていただければ、もし何かあったら私が保証しますね。ね、勝手に土地入るわけですから。そういうことをお話していったら、業者さんが勝手に行ってくれて、調査してくれて、調査報告書を私のところに郵送してくださって、で、条件は OK になりました。で、その後別の業者さんですけども、太陽光をね、引いたって形になりますけどもね、そういったものがあります。それがですね、これちょっとね、厳しいこと言うんですけども、まず前提としては、 ASP によっては同じ案件なのに報酬が違うってこともあるんですよ。こっちでは3000なのに、こっちは6000だよね、みたいなのあると思うんですよ。基本的には高い方でやっていただければいいんですけども、私が考えるのはね、厳しいことっていうのは、一つの ASP をまず極めてくださいってことなんですよ。で、一つの ASP でまずね、ブラックランクになること。ブラックの中でもランクが星1つ、星2つ、星3つみたいな、ブラックの中での住み分けもあるんですよ。できればどっかの ASP1 個でですね、1個を使い倒してブラックの最上級行ってほしいんですよ。なぜかっていうと、ASP の案件ってあるじゃないですか、セルフバックの。あそこでやってるうちはもうレッドオーシャンなんですよ。ああいう風な誰でも見えるところでやってるうちは。ブラックランクになると2つのすごいことが起きます。1つは担当者がついて、その担当者がつくこともすごいんですよ。 ASP の担当者が直接メールしてくれます。で、すごいことの2つ目は、こんな案件があるんですっていう風なシークレット案件を届けてくれるんですよ。こちらのね、報酬が高い、しかも否認される可能性が非常に低いんですよ。だからここにたどり着くことなんですよ、まずは。そうすることによって ASP との信頼関係を作って、高い報酬もらえるようになって、プラス他の ASP に行った時に箔がつくんですよね。どこどこの ASP で私はこういうランクでやってましたっていう風な切り口で進めていくと、結構な案件をもらえます。ここで申し上げたいのはね、誰でも見れるような案件でアフィリエイトやってるうちはまだまだなんですよ。もうどこにも公開されてないのを、こっそりと上級ランクのあなたにってやつで報酬を高く取っていくんですよね。そういう風にしていただきたいかなと思います。もちろんね、セルフバックだけでブラックランクっていうのはほとんどいけないと思いますんで、まともなアフィリエイトをやっていくことになります。ですんで、ここでね、今日の動画のまとめなんですけども、セルフバックっていうのはあくまでもあなたにお金を稼がせるための手段ではないんですよ。 ASP とか広告主から見たら、そこ相手の立場を理解して、あ、セルフバックで練習して利用規約をしっかりと理解してアフィリエイトをやってくださいってことなんだなって考えないといけないんですよ。で、残念ながら多くの方ってセルフバック止まりなんですよ。セルフバックもしかも30万40万って稼がずに終わっちゃうんですよ。で、これがね、あらゆる人にすごく損をさせるんですよ。もちろん自分自身も損だし、それからね、 ASP も損だし、広告主も払い損なんですよ。だから本当にアフィリエイトをやって、たくさんの人に商品を紹介することによって、セルフバック報酬の穴を埋めてあげるっていうような気持ちでね、一つ、例えば一つの案件で5000円もらったら50万ぐらい売ってあげるぐらいの、ね、気持ちでやった方が絶対いいですし、稼ぎ続けるためにはセルフバックを踏み台にしてアフィリエイトをやらないといけないんですよ。アフィリエイトをやることによって一つの案件が10件、30件、50件と決まるから、ランクが上がっていってブラックになるわけですよね。だからここを忘れちゃいけないんですよ。セルフバックで自分のお金が増えた、やった、終わりじゃダメなんですよ。こんなことをやってると、どん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 セルフバック市場はなくなります。実際なくなっちゃってますよね。
だからやっぱりね、誰かに恩返しをしていくとか、ASP さんに感謝するとか、広告主の方の先払いをもらってるから恩返しをしなくちゃっていう風なね、本当にあのギブアンドテイクとかウィンウィンって思うんだったら、セルフバックですらあのギブアンドテイクでありウィンウィンなわけですよ。絶対もらい得とか絶対しちゃダメです。相手のことを考えてこの仕組みが続くように。でもっと言ったらですね、セルフバックで多くの方に案件を紹介するとその後売り上げが上がるぞっていう風に広告主に思わせないといけないんですよ。だから実際そういう風にしていかないといけないのに、なぜかセルフバックしたら損ばっかりだよねっていう風に広告主が思うから保険の面談とかなくなるわけですよね。ここをよく理解してセルフバック止まりにならないようにどん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 先に進んでもらいたいと思います。そうすることによってね、アフィリエイトのプロになりますし、アフィリエイトのプロになったら、皆さんにね、ネットワークビジネスもものすごく上手になります。アフィリエイトでそのいわゆるアクセスが取れるようになるともうね、何でも紹介できるようになります。電通なんて恐るに足らずになります。本当ですよ。これは電通の会社に入るのは難しいですけども、アフィリエイトで電通の社員並みの給料を取るのはそんなに難しくないですからね。まあそんな感じで考えてみてください。それでは以上です。